はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、これまでのお話で、このね、かつて魔人家01号だったマリッチは、ジャクバ暗殺時の映像を記録していて、クオードこそが真犯人であると暴いた。捕らわれたボッコたちを救ったのは、筆頭研究員であるフルコだった。まあ、そういうね、フルコさん出てきたんですよね。第2庁舎の特別監視室へ行き、捕まっているウルタ工場を助けようということなんですけど、第2ってこっちだよね。なんだここは。声が聞こえた。こちらはウルベア管理システムです。現在技術庁第2庁舎内の貨物箱の自動運送を停止させています。貨物箱を移動させたい場合は、箱に触れることで光っているレールの方向へ動かすことが可能です。なんだ、光っているレール。このレールが、赤い貨物がなんか上に上がって、で、なんかあんのかな。何これ、なんだこれ、どうすんだろう。赤い貨物下りってなんだ、あれ触ったら何かあんの、あれ。4階と3階行き来する貨物箱のようだ。これ乗れば3階、なんかやろうかな、これ見つけるとか。箱に入って進んでんのかな。3階に移動した。んで、なんだ今の。なんだこれ、赤い点があって、点を結ぶんかこれ。回すのこれ。こちら3階の倉庫間で貨物箱を輸送する黄色レールの操作盤です。黄色の貨物箱を動かす場合はレバー操作し、天井のレールのつながりを確認してから箱に触れてください。ちょっと待って、黄色を動かすの右。ってするとどうなの？右に動くよね。なんだ？黄色が？なんだ、意味わかんない。なんだ、どういうこと？ここが？ここになんかあって、黄色が、待って、黄色を赤いとこに行かせんのかな。でもなんか2個ぐらい動いたけど、どういうこと。最初左下にあって、右に4回やればいいのかな。
え、すでにそちら側回ってるってどういうこと？え？え、な、どういうことそれ？乗って移動してまた来んのか。あ、そういうことかな、もしかして。なるほどね。ってことは戻って、え？戻りの戻りのか。ああ、なるほど。これで戻ってきて、もう一回戻るってやるのか。そうしてもいけるこれ。ああ、あと2回やればいけんのか。だからそれしかないもんね、もうね。でしょ？で、これに乗って。もう一回真ん中行って左手やればいいんじゃない？なんだけど、さらに左手やったらなんかありそうだよね。左でしょ。で乗ったらあの赤いとこ行けんだろうけど、待って多分閉じていけないんだよね。であそこに行けてそれに乗れば行けんだろうけど、2個先ってなんかない？もしかして1個ここに来るってことだよね。なんもないか。じゃあ乗っていいのかな。ちょっと待って、謎解きだねこれ。え、3回4回ん？ん？なんかすげえいっぱいあるけど、マジかい？なんだそれ？だよね、これで赤乗れば2階に行って1階って行くのか。で、また何かあるんだろう、どうせ。ああ。あ、あった。今、下だから、あ、下に行けばいいのか。で、下に行って、今どこにいるの？え、さ、え、ちょっと待って、どっから来たこれ。この赤い貨物下り、ここに来て、隣の部屋って何かある？あー、なるほどね。なるほどね。で、赤い貨物を。赤い貨物のとこ持ってくんのか。いや、違うな。赤い貨物があるよな。え、下にもあるけど。え、2つあんじゃん。今来たやつか、あれ。で、黄色が、あ、右上にあんだ。で、右上にあって、あれ乗っかったら、なんか、ちょっとわけわかんないな。は？ 2 個動くんか、これ、もしかして。左に2個動かしてみる？いや、待って、右に2個動かしたらなんか部屋行けるな。ここの部屋に行くんだ。え、なんもないね。宝とか多分あるかな。でもここ来たら出れないってことだから、深くやったらどうなんだろうね。え、なんだそれ、ちょっと難しくね、これ。深くやると、1、2、3、4、5個も行くんだ。ここに来るってことでしょ？で、赤い貨物に行きたいんだから、え、待って、あそこで1、2、3、4、5個も行った。1、2、3、4、5個。1、2、3、4、5個。まだで5個2個1、2、3、4、5個あ5個でしょ。
待った待った。ここだから、右に2個いって、1、2、3、4、5、左に2個行き、右に5個行き、また右に5個だろ。乗らなくちゃないのか。あー、乗って戻ってくれるとこじゃ行かなくちゃないじゃん。ってことは左だ。1、2、3、4、5、うん、左しかない。え、無人だけど、なんだこれ。で、乗って、乗んないとそこの位置から動かせないんですよ。ってことは、横なんかあるか。なんもないか。ん？ないよな。ここに来たから、そうでしょ。で、あそこに乗っかったら、今右に行ってるから、1、2、3、4、5個ダメだ。1、2、3、4、5、ん？ 1、2、3、4、ん？ 3 個、ええちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。右に入ってる。左は？で、ここに行くよね。あんなん出れないじゃん。ワープとかあんのかな？ないかな？ないよな。ここは出れんだろ？うん、ここだ。左行ったところでどうしようもないから、深く左。いや、待って、深く左？深く右だったらどうなるの？ 1、2、3、4、5。あ、どっちもダメじゃん。1、2、3、4、5。だよね、あそこ来るよね。あそこ来たところでどうしようもないんだよ。え？これ行けなくね？なんかある？ちょっと待って待って、なんか横の装置ってこれなんの？え？初期位置はあそこだろ。で、右に、まあ、左に2個はいけるんだ。1、2、3、4、5。え？ 1、2、3、4、5。あ、いけんじゃん。え、待って、1、2、3、4、5。あ、いけるいける。ここ乗って、え、待って待って、ここ乗るだろ。左に2個、1、2、3。あ、いけた。なんでいけんじゃん。待って待って、マジか、なんだこれ。1、2、3、4、5。あ、エレベーターのとこに行くのか。でしょ。で、ここに来るから、上に動かすんだよね。ってことは2個動かせばいいんだ。右か。あ、 OKOK。 右に動かして左に深くだ。ドルボード乗れないの？乗れない。ここ変に、あれ？あれ？ちょっと待って。これ変にカットすると、わかんなくなる。エレベーターのとこか。あ、勘違いしてた。エレベーターに乗って、変にカットするとわけわかんなくなるから、ノーカットで行こうか、ここは。ちょっと長くなるけど。な、これ似たようなね、まあ、謎解きっていうのかな。
それでね、結構カットしてたらわけはわかんない動画が出来上がった時が昔あったので、その方がわかりやすいね。自分どうやって失敗したかとかもわかんもんね。そうだったら、いけた。もう一個あんのかな。もう一個あったとしたらさらに難しいよね、絶対ね。そうか、乗っていかないと次動かせないんだ。なるほどね。で、ここでもう15分経ってんだよね。なんもない。1階、地下って言ったっけ。え、あんのかな。お、あ、赤いにも、え、ちょっと待って、下りなんで2個あんの。え、待って、今来たとこれだろ。え、待って、今来たの下だろ。下で、あ、反対に行くのか。1、2、3、4、5、あ、なるほど、下に5行くから、下に 5？ え、ちょ、待て、ここはちょっと考えよう。右に5だ。で、右に5の左に2の、そうだ。あ、違う。乗らないとダメじゃん。多分余計なとこ寄ったら宝箱とかあるんだろうね。まあそんなんいいや、後で回収で。右に5の、左に2、1、2、3、4、5、右に5だ。左に2でしょ。あれ？なんだよ、え？ちょっと待って、どういうこと？左、は？え、ちょっと待って。4つ戻んのこれ。ちょっと待ってよ。なんだそれ、聞いてねえし。4と5か。待って、多分そこだろ？ 1、2、3、4。待って、4でしょ？で、ここに乗って、4でしょ？ 3、4、5、4。え、なんだそれ。2じゃない。最後4だわ。まあ、いいや、ちょっと戻ろう。逆だ。逆。4、2だと思った。2だ、騙されたまんまと。2と、これを、右に1、1、2、3、4、4だから、右に4か。え、右に4でいいじゃん。あ、違う。左に4だ。うん。で、あそこ行って、とりあえず歩ける場所ないとダメだから、でしょ？で、ここで、なんもねえの。で、今ここだから、1、2、3、4、5って進むとしたら、1、2、3、4、え？ 1、2、3、4、5だから、もう一箇所しかないわね。消去法で行けばいいんだ。なるほどね。ってことは、今、矢印が、逆だ。1、2、3、4、5。じゃあ、深く左だ。うん。それで、深く左で、1、2、3、4、ん？ 1、2、3、4。あ？ちょっと待って。1、ここ乗って、ここに行くんでしょ？で、
待て、右に1、2、3、4。右に4だ。右に4、1、2、3、4。右に4だな。まあ、乗ればいいや。ああ、わかった。オッケーオッケー。とりあえず乗んないと意味がない。そして、最終的に右右っていくか、1、2、3、4。4に行って、1、2、3、4。4と5でいいんだ。ってことは、違う。ここだ。それで1、2、3、4、5だよね。今どっちだった？左だ。次、深く左だ。よし、OK。だよね。行っただろ。ん？行ったよ。ほら行った。ああ。2と4だったんだっけさっき。4と5だ。だから1個ずつずれるから、それで部屋にね、行き止まりじゃない部屋を狙っていけば、最終的に行けんね。乗れば、乗った先か。ほら、行けた。これだ。あ、宝だった。危ねえもん。イエロー。うん。まだあんのかな？あ、なんだ。特別監視室に移動した。え？なんかいいんじゃねえだろうな。え？機能停止中のエレベーターを発見。ボッコ様少々お待ちください。戻れんだ。セキュリティホール発見。この階ならエレベーターの制御装置を乗っ取ることができそうです。はい。あ、やった。これで来れるようになる。なんとエレベーターが使えるようになった。さて、行きますか。なんかいるな、これ。このパーティーで大丈夫かな。いや、一回行ってみっか。ずっとこのままなんだけど。はい。ウルタコードが監禁されているようだ。ちょっとね、ノーカットだったけど、まあ、続けてボスもやっちゃいます。ボスだろ、多分。なんかいるよね、絶対。工場、ご無事ですか？いかん、来るな。え、なんでこれ。竜老師、私が守る。あいつはあんたに任せるわよ。まあ、アタッカーが自分なんで周りサポートしてくれるんでしょ。マシン兵ゼード。何それ。まあいいか。はい、天気。ああ、やばいぞ。うお。やはりそういうパターンだ。え、生き返らせてよ。
マジかよ。ちょっとこれにしとこう。怖い。拠点になんかぐるぐる回ってんのか。仲間を呼んだ。ガソリン出てんの食らったらまずいね。あーちょっと早かったか。スピンメールってのこ危ないかもね。まずい。自分がアタッカーになる時が、間に合わねえ。これはもう無理だ。ダメだ。勘弁してください。何匹出てきてるの。あ、同じか。高速スピンネイル、名前違う。なんで A なんだろうと思ったけど。なんだ D とかいろいろ出てきて。周り倒すの正解だろうね、これ。
雷が下がった。ああ、プラズマ打てねえのか。で、これで炎が下がって、ビッグバン当てて、下がった、下がんねえか。あ、間違えた。間違えた。ちょっと待って待って。ソウルが落ちたらまずい。大丈夫。まず、逃げろ、逃げろ。高速スピンメール。これなんかさっき。もういけんね、これね。レベル上がった？まだ上がんねえか、ボッコさん。まあね、結構上がんないよね。マリッチ、マリッチ。お前を疑うわけではない。だがどうしても信じられぬ。あのグランラシが裏切り者だと信じたくない。わらわたちは同じ夢を見ていたはずじゃ。必ずや時を渡り、歴史を変えるのだと。残念だけど、あんたの願いは永遠に叶わないわ。どんなに強く願っても、エテーネルキューブはエテーネ人が持つ時あたりの力にしか反応しないのよ。あんたにずっと打ち明けたかったわ。だけど長い間自分の研究室を出ることすら許してもらえなくてごめん。この先にあのウルベア大魔神が格納されておるのですな。グランラッシュはウルベアの技術で作った大魔神を私が作った地脈の結晶で動かし、最強の軍事兵器にしてしまったの。この研究所の周辺が流砂の海なのはウルベア大魔神が地脈エネルギーを吸収したからだって言われてるのよ。
ウランラ氏はこの先にいる。大魔人を使って何か企んでるはずよ。私はウルタ工場と脱出の準備をします。グランラ氏の野望をどうか止めてくだされ。ジャックバ様はウルベアの未来をあなたに託された。ウルタ工場、これからどうなさいますか。さて、大魔人格納庫、待って、どっち、あ、この先か。じゃあ一回戻るか。さらにした。待て。どっから来たんだこれ。今これ戦った場所だよね。だよね。一回戻ろう。うん。戻れるよね。あ、戻れますね。特別監視室。ああ、なるほどね。あ、だから、これ、要は、エテルヌキューブ使えるんだよね。ってことは、ここに来れるってことなので。あ、そうですね。はい。ということで、今回ちょっと長くなりましたね。一応、戻れるみたいなんで、次回ね、その、まあ、大魔人、ウルベア大魔人っていうのはね、まあ、何なんでしょうね。ちょっとわかんないですね。まだね、そう、当然のことなら初見プレイなんでわかんないのでね。まあ、自分の目で確かめたいのでね。まあ、それ、いずれ配信されるので。まあ、そこまでお楽しみにください。よろしくお願いします。ということで、今回これ終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。